皆さんこんにちは。米原浩介にとって最も大切な存在、井出拓也です。今回はですね、 YK フェスということで、陽介浩介さんのフェスに呼んでいただきました。よろしくお願いします。まあ見どころはと言いますと、そうですね、僕は陽介さんといろんなセッションができるのとても楽しみにしています。米原とはですね、もう本当はあんまり一緒に仕事はしたくないんです。なんかやっぱ仕事で会うとね、なんか変な感じするじゃないですか。いつもプライベートではね、結構夫婦みたいな感じなんで、仕事の面とか出されるとちょっとイラッとするかもしれません。そんなところが見どころだと思います。今回、私の曲も、普段ラップをやってるんですけれども、バンドアレンジがされるということで、非常に陽介さん、楽しみにしています。浩介さん。というわけでですね、8月12土曜日ですね、代官山ユニットでライブやります。チケット発売中ということですから、まあ久々に米原と井出の絡みが見たいという方もですね、お待ちしております。というわけで楽しみにしててください。井出拓也でした。バイバーイ。